監督アルディレスさんなんですよね、はい、自分のサッカー感を変えてくれた人。練習場に行くのは楽しくてしょうがなくて、試合に出れなくても楽しいのよ、うん、あんなのは今あの時だけだね。いいタイミングで本当に素晴らしく指導者に会って、うん、いい成長曲線を描けた幸せ者だな。高校卒業後鹿島アントラーズに加入されますけれども、はい、これはどんなきっかけで。高3のインターハイが終わり、はい、ちょうどね高校3年になる時に J リーグが始まったんですよ、はい、その時にはもう自分の中でプロサッカー選手っていうところは描けてなかったんで、はい、自分が尊敬してる先輩たちがみんな大学に進学してたから、はい、自分もその道を行くだろうっていうふうに思ってたのね、うん、インターハイ終わった夜に監督に呼ばれまして、はいはい、リーさんに、お前プロ行くか大学行くか、はい、3日で決めろって言われて、はい、3日どう、まあ、そんなさらっと言われてもみたいな感じで、はい、その時に思ったのが、まあ、プロっていう目があるんだっていう、その選択肢は自分の中では大学しかなかったんだけど、はい、プロに行けるチャンスがあるかもしれんっていうのが頭にポンと入って、もう大学は後でも行けるかもしれないと、うん、プロはチャンスそんなないかもしれない、ね、行けるならプロでっていうか、もう少しでも上手くなりたいっていう思いがあってやってきたから、ぜひお願いしますって感じにはなって、そこから監督がいろいろと動いてくれたんだと思うんだけど、で鹿島の練習行ってこいって言われて、はい、4人その当時プロに行けるかもっていう感じでリーさんが監督がチョイスした、広永、俺、橋本健一、プロに行くっていうその願望がある人間だな、はい、その当時、うんうんうん、でもう一人高山、うんうん、その4人で鹿島の練習にサテライトなんだけど、はい、1週間行ったので、はい、まあ、幸せだったね。サッカー漬けの生活が朝から晩まで、それでもう完全にもうプロっていうところにモードがスイッチがバーンと切り替わった感じかな、はい、結果として自分は鹿島になるんだけど、はい、まあ、それはもう監督の勧めで、自分もそこの練習参加もしてたし、で先輩たちのその打ち込む姿勢というか、まあ華やかな世界なんだけどストイックな硬派な感じが当時の鹿島にもあって、はい、橋本健一というその、うん、同級生と2人鹿島に最初幸せなことに入れることになった。でそこからはもう仮契約書にサインしてほしいっていう話で、東京はパレスホテルですごい緊張した、なんかすごい仰々しいことやってるような感じだしって思って、ちょっとなんか震えたもん、サイン書くのが。鹿島に入られて、まあ、その当時選手層がまあ厚かったっていうのもあると思いますけど、はい、1年目は1試合、はい、そして2年目のシーズン途中で清水エスパルスにこうレンタルですよね、はい、これはきっかけあったんですか。どんだけリーさんが出てくるかっていうところが出てくるんだけどね、これも当時まだ移籍ってすっごい難しかったんだね。そうですね、はい、当時の自分がどっかに行くって言ったら間違いなく多くはかかるっていう状態だったんだけど、はい、そんなんで取ってくれるとこあるわけないじゃんね、うん、っていうので、で鹿島1年目は1年目ですごい自分にとっては実りのある、うん、苦い思いは多かったけど、はい、ただ素晴らしく充実してって、うん、で2年目良くなったの、はい、めちゃくちゃ絶好調、はい、って自分の中で思ってる中で、はい、セカンドステージからはトップに推薦するって万さんが、鈴木万さんが言ってくださってて、はい、当時のサテの監督ね、はい、よしよしって思ってた時に監督はリーさんから連絡、清水が興味あるって言ってる、はい、行け、はい、っていう感じな、もうすごいシンプルな言葉がありまして、はい、でも今鹿島でこうなんです、はい、すごい今調子いいです、はい、なので行きませんっていうのを凄まじく勇気振り絞ってね、最初の高校の、ね、練習参加行かせてくださいの時の数十倍の勇気を振り絞って言って、はいはい、分かった、そうか、分かった、終わったの1時間後にもう一回かかってきたの、はい、宮本さんが直々に欲しがってる、はい、当時鹿島に行った宮本さんが、はい、エスパルスに監督をやられてて、はい、ディフェンスを探してたの、はい、うんうん、だから行った方がいいみたいな感じな話で、うんうん、当時その本当若くて移籍して2チームを経験できるやつなんてほとんどいなかったと思うのね、うん、はい、うちの親には
プロ入って3年無理だったら勉強して大学行くっていう風に思ってたっていうのもあるんで、そう言ってたのもあるから、あと1年半かって、もうそれだったら多くを経験した方がいいかなっていう風な風にスイッチが変わって、決してなんかそこは教養とかではなくて、本当にサッカー王国清水に憧れてるのもあったから、鹿島の方にも言って、そしてレンタルで行かせてくださいって話になった。移籍1年目で、25試合出場、宮本監督と、一緒にやられたと思いますけど、翌年の96年には監督アルディレスさんなんですよね、でコーチがペリマンさん。そうです。どんな監督とコーチだったんですか？いやもう最高ですよ。スティーブに関しては正直当時、知識がなかったから全然知らない。オジーに関してはワールドカップ優勝してるのも知識で知ってたから、そんな人に教えてもらえるなんてっていう感じで、賢くてユーモアがあって、すごいこう選手をその気にさせるっていう監督です。アルディレスはもう圧倒的にもう自分のサッカー感を変えてくれた人、サッカー楽しいっていうのを改めて教えてくれた人。高校時代からプロになるべ、サッカーの醍醐味はどんどん分かってくんだけど、少しずつちょっとなんか子供の頃のような楽しさは消える瞬間があるじゃないですか、そこを改めてちゃんとやりながら楽しいっていう、その突き詰めていくとまたそこの子供の頃の喜びみたいなのがまた湧いてきたって感じなのがアルディレスか、そこをスティーブ・ペリマンがまたプレミアリーグのエッセンスを入れてくれるというか、厳しさと、エスパルスというあの当時のチームバリューみたいなのをうまく作ってくれたって感じ。1年目で25試合出られてたので、もうある程度自信みたいなものはあったと思うんですけど、96シーズン、山崎ナビスコカップの決勝戦で、ベルディ川崎ですよね当時破って優勝、チームの中でいうと初ですよね。そうです。のタイトル獲得されましたけれども、ご自身のそこまでをこう振り返ってみて、この優勝までの道のりってどういうふうに見えてますか？初めてなんですよ、日本一っていうかタイトル取ったのは、自分の中で、小学校から全ての中で、そこまでの道のりをなんか言葉にするって、いいタイミングで本当に素晴らしく指導者に会って、自分が流れにいい成長曲線を描けた幸せ者だなっていう感じなのはある。オジーの1年目の時に、その前の年は半レギュラーぐらいでずっと出てたわけでしょ、そこから開幕出て怪我して、そこから先ずっとベンチにも入れなかったの、怪我だけじゃなくて能力的に、なんだけど練習場に行くの楽しくてしょうがなくて、一番楽しかったシーズンっていつって言われたら、あのシーズンなんだよね。自分が上手くなってる実感が半端ない。95年は自分の持ってるポテンシャルで試合を乗り切ってたって感じ。だけど96年は上手くなったと思ってる。96、7、8、オジーとスティブがいた5年間なんだけど、あの時は上手くなったっていう感じ。アイデアを具現化できますみたいな感じ、ピッチで、そういう風になってった5年間だったかな。だから試合に出れなくても楽しいのよ、あんなのは。今もうあの時だけだね。でその延長が最初の1年目の優勝につながったから、夢見るような1年でしたよ。優勝の時っていうのは試合には絡んでたんですか？むしろ優勝の96年は最初3ヶ月間ぐらい、怪我はでも実質1週間2週間、でそこから先3ヶ月ぐらい出れなくて、ナビスコカップからレギュラーをつかんで、転機になったのはジェフ戦なんだけど、このゲームで 3-0 以上で勝たなきゃいけないっていう予選リーグで最後のゲーム、僕らが 4-0 で勝ったんですよ。あのゲームを乗り切ったから優勝できたと思う。そしてここがトピックだと思うんですけど、1999年のセカンドステージですね、これ怒涛の8連勝もあって、初のステージ優勝、またこれリーグと、カップとちょっと違う部分あると思うんですけど、ご自身もベストイレブンに選出され、僕も当時高校3年生で見てましたけれども、この時の清水エスパルスが強かった要因って何だったんですか？
土壌はねやっぱあったと思うんですよ。それはその、うん、エスパルスができる前からの清水の持つサッカー文化、はい、清水静岡の持つサッカー文化、昔の情熱あふれる本当指導者が多くて、うん、だって最初に清水行った時ビビったもんね。小学校のグラウンドに照明ついてて何これっていう感じの。それ言いますけど僕は当たり前だと思ってたんですけど、ないないない、そんなことないんですね。最先端中の最先端でトレセンとかも、はいはい、もう最先端中の最先端を言ってたわけでしょ。そういうその昔もうどこよりも早く情熱ある指導者たちがそういう環境を作ったっていうところで、はい、サッカー人口が増えたっていうのが、うん、そういう下地があって、うん、そういうような環境になってたのが実ったっていうのがあの ルヴァンというかナビスコだったんじゃないかなっていう感じはするし、あのシーズン優勝とかにもつながったと思う。要は清水静岡の生まれ育ったスーパースターというかそういう人たちと他県から入ってとか海外から来たっていうそういう人たちが違った地というかそういうのを入れてよりちょっと強固になったっていうのが実ったのかなっていうのが勝手な考察。でそこにワールドカップ優勝してる人が指揮するんだからね、うん、プレミアリーグで800試合出てる男が優勝した、うん、セカンドステージを取った時には指揮する。だから彼らの持つその知恵と知識っていうのと清水静岡のサッカー文化がバチンとハマったっていうのが。よくこういう話をして要因なんですかって聞くんですけど、うん、そういうふうにお話しされる方は初めてで、だいたい試合の内容の部分であったり、うん、こういう選手がいたからっていう話があったんですけど、森岡さんは文化の話をこうされてると思うんですよね、うんうん、やっぱこう違った視点で見られてるんだなって僕すごく今勉強になったというか学んだというか、まあ、だからこそ日本代表のキャプテンもやられたんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ、その中で初のチャンピオンシップ、はい、相手は最大のライバルジュビロ磐田、ご自身は負傷で出場できなかったと思うんですけれども、うん、まあ、外からご覧になっていてあの2試合どうでした？出たかったなっていうのがもう全てかな。そうですよね、うん、まあ、あれも最後 PK 戦ですからね、はい、うん、ただあの清水というかあのいわゆる静岡ダービー、はい、今思えば本当にあんな幸せな時期、まあ、あの時は自分たちはもうずっと強くあるっていう風に信じてたし、うん、はい、今思えばもっともっと大事にできたんじゃないかなって感じのところが強いな。だから、うん、あの時の2試合がどうだったっていうのはもう熱狂半端なかったよね、はい、凄まじくこう、はい、今回のそれこそワールドカップなんとかにもそのね負けないぐらいに、うん、あの地域が盛り上がったっていう、そうですね、サッカーってすげえなって思ったのは間違いない。ダービーって幸せなもんで、その時はすごいガーンとお互いライバル心むき出しであるんだけど、はい、まあ、素晴らしくいいサッカー仲間じゃないですか。うん、羨ましかった見てて。あ、その場に立てなかったことも含めて、うん、はい、もうそこは出たかったな、羨ましいなって感じは。ここから日本代表について復帰していきたいんですけれども、はい、2002年の日韓ワールドカップ初戦のベルギー戦で負傷退場。何が起きてるのか分かんなかったですね、まあ、自分から腰を下ろすという経験があんまりないんでね、うん、まあ、長年経って今あの時を振り返ればはってでもやんなきゃいけなかったというか、